実際にですね、英語圏の人に通じるかどうかやってみましょう、はい、オーストラリア出身のイエンタさんです。どうぞよろしくお願いします。じゃあ、実際に、岡山君、はい、イエンタさんに、はい、先ほどの勉強した言葉を言ってみましょう。はい、いいですか。もういいですよ。イエスアイオーイバイクなんですか。なんじゃないですか。よく聞いてないよな。違うよ、メロディーに乗せたからちょっと分かりにくかった。普通に癒せよ、いっぱい食う、いっぱい食う。ああ、なるほどね。え、書いてくれんの。で、イエンタさんが書いたのはあちらでございます。イエス、アイ、グッド、イフ、アイ、グッド。さあ、正解はこちらでございます。ダン、Yes, I would. If I could. 持ってるよ。ちゃんとすごいよ。すごい見てるんですね。わ、すごい。はい。野菜をいっぱい食う。野菜をいっぱい食うで、わかりました、ゆえんとさん。なんとなく聞いて、こういうことなのかなと思いましたけど。じゃあ、野菜をいっぱい食うをもうちょっと英語っぽく言うとどんな感じですか。そうですね。Yes, I would. If I could. だ入れないとダメですよね。だ、どこだ、ここのところ。だ、うーとくーって言っただけで多分通じないから、Yes I would if I could。おー。グーね、グー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 。じゃあ、はい、ミヤちゃんの後について、はい、大きな声で練習しましょう。ミヤちゃんお願いします。野菜をいっぱい食う。はい。Yes I would if I could。変化させるのやめてもらっていい。いや、違うね、あの曲がじゃあ聞いてます。あの曲乗ってるよ。ミヤちゃんの後について言ってもらっていいですか。ミヤちゃんバリバリ飲んでるよ。野菜をいっぱい食う。はい、野菜をいっぱい食う。はい、ちょっとグッドッと言うて言う。大本の人がちょっと言うよ。大本どう言う。いや、結局答えはミヤちゃんですから。ほな、ミヤちゃんでええやん。いらんやん。いらんやん。あなた方はもうミヤちゃんが正解ですから。ミヤちゃんお願いします。野菜をいっぱい食う。はい、野菜をいっぱい食う。はい、OK です。なんかモヤモヤするわ。なんだろう、なんか嫌やわ。続いてはですね、まあ、外国語といっても、はい、あの英語だけではございません、はい、続いて勉強するのはですね、ブルガリア語でございます。ブルガリア、私の国で戦争が起こっています。これをブルガリア語で。英語はできんの。ブルガリアも全然できんね。言うていいかな。はい、聞かへんね。私の国で戦争が起こってます。言うたら絶対言えへんよ。じゃあこの先わかんないですよ。日本もどうなるか。いやいやいや、あかんあかん。これをですね、言いたい場合はこう言ってください。そりゃ納得いかんの。そりゃ納得いかんのっていうか。じゃあ、実際どのように使われてるかどうかはですね、はい、トム・ハンクス主演の映画「ターミナル」でご覧いただきましょう。どうぞ。言うてる。いや、確かに納得いかんもんね。この人の顔がな、これがですね、実際に、通じるかどうかをですね、なんとブルガリア人のペタルさんで検証してみましょう。どうもペタルさん。はい、男前ペタルさん。どうも男前。実際にちょっと、いやいやいや、こいつやろ、先生まで。前、俺やったよ。言うてんやもんな、誰だっけ。それは納得いかんの。こりゃ納得いかんの。もっと早く、もっと早く。そりゃ、それ納得いかんの。すりゃだ、今のが今もいない。正解はこちら、ストラナタミエノバということでございます。ちょっと若干違うんですかね。その頭の部分っていうのは、
ストラナタ、こちらはストラナタですけども、うん、そちらは何と書いてますか。スリアタ、スリアタ、スリアタというのが水曜日、水曜日です。水曜日と水曜日と国、国ってことかな。私の国の違いですね、水曜日に戦争が起こってますっていうのと私の国で戦争が起こってます。まあだから木曜日に言えばまあこっち曜日でね。そうですね。まあまあ 80% ぐらい伝わったかな。答えとしては、みやちゃんお願いします。そりゃ納得いかんの。そりゃ納得いかんの。はい、置いてもらえれば私の国で戦争が起こってます。これ使いたくないやんな。だから絶対本体使うことあるやんか。はい、ペタロさんどうもありがとうございました。最後は中国語です、はい、お隣さん、うん、ね、まあ、この先行くこともあるでしょうからね。すっきりした、よく聞いてください、はいはいはい、こうなります。みやちゃんお願いします。人国際言うたよ。あんなもうみんなに言うてる。この男どもあんた高い女の子17歳捕まえてな。いや熱するな。実際にこれが通じるかどうか検証してみましょう、はい、ジャッキーチェン主演の映画プロジェクト A からです。どうぞ。中国さん。もう一回聞いた。もう一回聞いた。中国さん。ね、めちゃくちゃ恥ずかしがってる17歳、うん、そして、うん、大喜びの30代。ほんま。中国さん。実際に、じゃあちょっと本当に通じるのかどうなのかちょっと試してみましょうか。はい、中国の先生いる。はい、中国から来ていただきました劉智本先生です。どうぞ。日本人みたい。本当にね。いいやいいや。みやちゃん、おいしいと思ってね。みやちゃん、じゃあ劉先生に人国際人国際。あ、ほんなら、トイレから一回出てきて、まあ、トイレから一回出てきて、そうだ、さっきの、さっきみたいな感じなんだよ。うーん、地獄さーい。わかりました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 って。はい、それじゃあ、リュウさん呼んでみてください。シーフォクサイ。おお。正解はこちらです。シーフォックサイ。おーおーおー、決めた。ゆう先生ごめんなさいね。ありがとうございました。